前半立ち上がりこの1本だけだったですね、ベガルタは。本当そうですよね、はい、良くなかったですね前半は。そしてほぼ前半は草津ペースということになります。この松下のシュートも良かったです、はい、遠目からでも思い切ってシュートを放っていく、そういう意欲、とにかく先制点は取りたいという、ね、積極性がありましたよね、そしてコーナーキックになります。ここは尾本のヘディング、ふわっと浮かせるような形になりました。ネットの上、コーナーキックでも主導権を取ってましたね、まあ、とにかくコーナーキック前半はベガルタゼロでしたからね。そしてロングレンジからのトリーズか、スーパーシュートです。本当ですね、このブレ球に近いような形、あんまり回転してないところですからね、はい、林もよくボールを弾きました。そして決定的な時間になりました。前半の38分、コーナーキックから最後は地下叩きつけました。そしてワンセットプレーですけども、その前からリズム良くなかったですね、ベガルタの方が。そうなんですね、そういった中で結局ザスパ草津が先制点を奪うことになりました、はい、まあ、これによりまして結局これが前半両チーム通じて唯一の得点となりました、1対0。さあ後半はどのようになるのか、追加点を草津が挙げるのか、それとも仙台が追いつくのか、仙台が追いつくならどの時間帯になるのかというところが興味の中心になりました。それでは後半ご覧いただきましょう。後半の14分、押し込まれていた草津ですけれども、ところどころチャンスがあります。フリーキック、今日は松下のフリーキックの精度、これ直線狙っていきましたけど も積極的でいい出来でした。そして18分、リャン・ヨンギから長い、これは目の前にある地下にヘディングシュート当たってしまいました、はい、少し天を仰ぎました。そして21分、この前段階からゴール前の攻防が続きました、はい、こぼれたところ、さらにここもクリアしてこぼれます。そして後ろにいた田村、これ全員の間ボール一つずつぐらいしか空いてなかったと思うんですけど、本当に短いところでそこを抜けてきましたよ、これで1対1。さあベガルタはがぜん盛り上がっていきます。さらに粘りましたね、ここは。そうですね、ここのところね、もう一度こぼれて、とにかく押し込もう、はい、押し込もうとみんなが攻めていきましたけれども、最後はこぼれたところ、ここの思い切りの良さというのもゴールを生んだ形になりました。これで1対1。さらにベガルタ仙台猛攻となります。ファビーニョから送られたボール、リャン・ヨンギ、ここもあと一歩というところになりました。押し寄せになったんですけどもね。そうなんですね、ただザスパ草津も必死のディフェンス、ただ本当に最後の最後のところで踏ん張ってましたよね。そうなんですね、結局1対1の引き分けに終わっています。長いからファビーニョ、ファビーニョシュートを狙ってくる、弾く、リャンヨンに詰めていく、ボールが及ばず、さらにボール、関口はシュートは打てない、クリアしていく、さらにこのボール、さあ逆にザスパクサスチャンスになる、桜田が上がっていく、クロスが入ってくる、ここのボール高田が追いつく、さあ中を見る、シュートを狙ってくる、少し林が前に出ていましたか、そのあたりループ気味のボールを送ってきました。ここ高田はよく見てましたね、はい、ギリギリのところ林